どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ガチャが、新しいのが来たのでね、やってみようと思います。本当はね、引く気は全くなかったのですが、理由は、こちらですね。持ってないユニットが必ず1体。まあ、セレクションガチャなんですけども、一応ね、セレクトしたのがクレオパトラ。今回の降臨戦で、アイテムアップということで、クレオパトラ、持ってないので、マオ、ハルカゼ、アリス、ヒーコにしました。他にもね、持ってない SSR、いるんですけども、今のところこの3体ですね。クレオパトラ、マオ、ハルカゼ、とにかく欲しいので引いてみようと思います。全部来たらいいですけど、それはさすがにないと思います。で、続いてこちらですね、先進の方ですね。先進の方はこちら、三千桜とタバルザカ、グルベイクグーですね。こちらにしました。特に三千桜を持ってないので、来てくれたら嬉しいかなというところですね。内容もね、ほぼ同じだと思われます。全部見てないんですけどね。だから、まあ、引いていこうと思います。そして、まあ、先ほども出ましたけども、こちら、1500ね、半額なので1回だけ、あとプラチナですね。プラチナの方も引いてみようと思います。もしかしたらタバルザカ来るかもしれないですけど、どっちから引いていこうかなとは思うんですけども、やはりメインから引いていこうと思います。まずはミナシゴから行ってみようと思います。大丈夫かな？よし、大丈夫ですね。では、優勝ガチャ。3連ですね。3連。参ります。さあ、ミッドウェイが振り向いて、出てきたのが、3つ。いきなり星。右。虹。さあ、誰か来る？笑いすぎだよ、将軍。ありがとうございます。ドラコ来ました。セレクトしてないのに。おかしいなら笑ったらいいじゃないか。アリスが選んだ服だから、明日にはほっぺが腫れるだろうけどね。はい、ありがとうございます。セレクトはしてなかったですけども、ドラゴゲットありがとうございます。そして10連ですね。優勝がガチャ10連、1500ですね。参ります。さあ、ミッドウェイがやってきて、プル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 。さあ、どうだ、虹来い。虹来た、虹来た。さあ、誰が来る？私の仕事は、大間を立つ、物語を紡ぐこと。さあ、よりみつ来てくれました。ありがとうございます。ピックアップは何だった？うわぁ、そろそろ必要なんだよね。聞いてる、聞いてる。ちゃんと切るよ。はい、ありがとうございます。よりみつがやってまいりました。そして最後、今度こそね、セレクトから来てほしいものです。さあ、誰が来る？よろしくお願いします。さあ、ミッドウェイが何もしない、振り向かなかった。これはどうなんだ。しかし、虹は来た。いや、当たり前です。虹は一体確定です。この天才にお任せあれ。素晴らしい成果です、ね、天才がね、
背負う覚悟が。天才呼んだ。ヒーコ、ありがとうございます。魔王の仕事は、うん、天下統一することじゃ。ようやく来てくれました、大黒って魔王、ありがとうございます。あー、よかった、これで超剣派がちょっと強く、いや、もっと強くなる。師匠、どうですか？アリスがバカに似合う服だってプレゼントしてくれたんです。僕には全然似合いませんよね。うむ、わしの力を頼るとはなかなか目が肥えておるの。これからはどこへでも魔王を連れて行くがよいぞ。はい、ありがとうございます。考えてみれば都合4体のみなしごが入りました。本当はね1体かもしれなかったんですけども、4体ものすごい爆調という感じになりましたね。ああ、これはもう良かった。あ、それにね、先進のところここは爆死はないので、まずは7連ですね。1500で7連はいいなと思いますね。さあ、ここでどうなりますか。さあ、スタートしましょう。ミッドウェイが出てきて、何も振り向かずに、さあどうなる。虹は出てこず、虹は来ない。さあ、ミッドウェイ、この天才にお任せあれ。素晴らしい。天才が来ました。戦場は終光の果てと長き和睦の始まり。ありがとうございます。三千桜がやってまいりました。ワシントンの三千桜、この戦場にもはや意義などございません。ただ吉野を目で、吉野の旦那さんのお役に立てれば幸いです。もう引く意味あるのかなとか思ったりしてきますね。三千桜やってまいりました、ありがとうございます。さあ、そして10連ですね。優勝ガチャいきますね。2ステップ目 SR は確定です。ではいきましょう、参ります。さあ、そしてスタート。ミッドウェイは全く来ず、ミッドウェイ来ず、ちょっと渋いかな。うん、渋い。ミッドウェイ来なかった、残念。さあ、そして今度はラストですね。ラストは1体確定です。確定引いてみましょう。まあ、ここはちょっと安心して見れますね。ミッドウェイは当然出てきて振り向いて、さあ、1体は確定、1体は確定なんですけども、ここでどう、ミッドウェイがどう、なるほど、ギリがたいものでありますな。タバルザが、ありがとうございます。タバルザがやってまいりました。いらっしゃいませ、ご主人。驚きましたかな。私もようやく下働き脱却したのです。なかなか様になっているでありましょう。はい、ありがとうございます。先進はまあ狙った通りになりましたね。かぶりなし、よかったです、ありがとうございます。ではですね、プラチナガチャ引いてみますかね。プラチナガチャ、タバルザカが来なければ当たりかな、なるかな。では参りましょう、スタート。ミッドウェイがやってきて、虹一体、ありがとうございます。さあ、そしてミッドウェイさらにどう動く。素晴らしい成果ですね。まあ素晴らしい成果、そして、持ってましたね、ありがとうございます。まあ虹が来たということでありがとうございます。なかなかね来にくいのですが、さあ、そして最後に、
更新されたり、氷のね、ガチャがやってまいりましたので、一回だけね、引いてみようと思います。優勝ガチャ。一回。さあ、どうなる？では、スタート！ミッドウェーが来ない！今回は渋くなるか？渋い。攻めて。私の仕事は、あの子への恐怖に打ち勝つこと。ありがとうございます。降臨ですね。降臨戦で、使われる今回の新しい SR ユニットですね、キャラクターですね。ありがとうございます。クーのおかげで元気な妹の面倒を見るのには慣れてるから頼りにしてくれていいわ。そんだけ、これからよろしくね、父さん。はい、ありがとうございました。どうしようっていうところですかね。もう優勝は終わっちゃってますからね。引けないですし、まだあるんですけども、今後どうなるかですね。まあ、今回はこれで終わろうと思います。またね、引きたいなと思った時に、ガチャ動画出したいと思います。結果、SSR は6体だったかな、6体ですね。6体、いや7体か、7、重複合わせれば7体ですね。はい、いい結果となりました。気持ちよくこれから交流戦頑張ります。ありがとうございます。はい、最後までね、動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見、ご感想などありましたら、コメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。